それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴー。始まったぞ上り。高出力の 3VF 制御車同士だからな、誘導障害がビンビン来るぜ。すんげー迫力。カットビヒルクライム。標高差数メートルだけどな。頼むぜ可愛い、そのまま逃げ切れ。アツロ、俺たちが相手にしてるドライバーは途方もない相手だぞ。格の違いを思い知らされたぜ。勝ち目はないかもしれねえけど、地元の意地を見せてやれ。それにしてもすごい奴らだぜ、プロジェクト D。 こいつらにはオーラが。ストップ。こっちは。うわ、パラッタマ、キヨッタマ。さくら先生。伸びが結構やってあるな。主弁動機はパワー出てる。問題はそのパワーをどれだけ使えるかだ。はえはえ、入れそとも。焼けたコーナーリングしやがって。ちょ、面白みのねえ走りだぜ。ちびすぎら、パワーを生かして開けられる区間だけきっちり開けていこうってことか。タイムアタックでタイムを詰める理屈を一応知ってるやつだ。だけど軌道の詰め方はそんなにシンプルじゃねえぜ。俺に言わせりゃその走りは甘い。ストレートだけで開けるならバカでもできる。こっちだって伊達に理論派の兄貴にしごかれてきたわけじゃねえんだ。見せてやるぜ、高橋涼介直伝の本物の最速理論を。
ストレートに飛び出してしまえばコーナーで食いつかれてもいくらでも引き離せるんだぜ。な、に、なんだそりゃ。立ち上がりで外からやられた。くそ、一体何が起こったんだ。いや、考えるのは後回しだ。ここからしばらくはストレートが続く。トールは車が壊れるまで踏ん張ったんだ。諦めるのはまだ早いぜ。かわいい、仮眠終わりだぞ。おう。よし、行くか。新幹線に乗るんだけど。快速特急か、特急で名古屋駅で乗り換えです。ちょっと待て。負けたら乗務を外れる約束をしたのはトールだろ。